あ小川先生、どうも、えー、と丁寧な紹介ありがとうございます。あの小川先生とは非常に長い間、えー、と一緒に仕事をしてきた関係なので、ここでこうやって、えー、と紹介されるのは非常にこう嬉しい、えー、とです、えーと。まずは、o、えームの共有をしてですね。 えっと、映ってますでしょうかね。はい、スライドー見て,みてみます。はい。えっ、ー、と、それでは、えっ、ー、と、カーネギ・メロン大学の、えっ、ー、と、言語技術研究所、えっ、ー、と、Language Technologies Institute、えー、とに所属している渡辺と申します。で、えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、エンド・トゥ・エンド・ニューラルネットワークによる音声処理の一体化という、えっ、ー、と、 内容で、えー、と講演させて、えー、といただきます。えー、とまず最初に、さまざ、あ、ま、えー、な方がこういう,こうあの大きなこう研究のゴールみたいなのがあると思うんですけど、私の方でも、まあ、こちょっとこういう研究のゴールがあるみたいなのを説明させていただきたいと思います。で、えーとまあ、あの多分多くのここにいる方が、えーと 目指しているゴールだと思うんですけどやはりあの会話する人工知能を作るっていうのはあの音声研究者にとってはあの大きなあの目的なんじゃないかというふうに思います。でその会話する人工知能って、まあ、どんな技術が必要かという話なんですけど、まあ、あの会話という観点で例えば、まあ、音声対話システムとかをあの例にと,とると、まあ、他にも様々なえっ、ー、な機能が必要なんですけど例えば音声協調とか 音声認識とか言語理解とか対話管理とか言語生成あの音声合成こういったさまざまな技術をえっと網羅的にえっと開発する必要があるとで、えっと、これをまあえっと一つ一つを全てえっと開発するだけじゃなくてあの統合していくっていうのがやっぱり一つの究極のゴールなんじゃないかなというふうに思っています。 なので、今回のテーマとしては、統合一体化というのを、できるだけ着目点においてお話ししたいと思います。ただ、もちろん、この音声対話システムに関しても、まだまだものすごく大きなゴールで、今日の話では、その中のサブ統合にあたる、音声協調と音声理解、音声認識についての統合について、 渡辺のののグループの最近の研究成果等を紹介させていただ、ければと思いますただこれはさっきも言ったんですけど、本当に我々が目指している機能の一部でしかなくて、他にも本当にいろんな統合すべき分野というのがあると思います。例えば、おそらく一番多くの人が今関わっているのは、音声認識と自然言語処理の統合じゃないかなというふうに思っています。 多言語音声認識、音声言語理解、音声翻訳。で、あと音声認識と音声合成、自然言語処理の統合みたいなのも、まあ、非常に熱いテーマにあのなりつつあると思います。で、それがさっき言った対話システムや通訳のシステムですね。音声認識と環境理解や、えっと、音声認識と和射認識。で、えっと、こういう、えっと、統合分野研究だけじゃなくて、それを実現させるための,あのデータ収集や、 あのシステム構築みたいなのがやっぱり重要かなというふうに思っています。で、本当、これ以外にもたくさんの統合、9国には全てを統合するっていうのがあの、えーと、会話する人工知能のために必要な技術かなというふうに思っています。で、他の多くの研究機関が、それに、そのような魅力的な、えー、と研究に取り組んでいるのと同様に、まあ、我々の研究グループも、えー、とここに挙げた多くの、えー、とテーマについて、えー、と取り組んでおりますが、 今回はその中で音声協調と音声認識の一体化について、えー、と説明したいと主に説明したいと思います。で、本校への,内容,の内容なんですけど、えっ、ー、と、エンドツーエンド音声処理、特に音声認識の方をまずちょっとあの具体的な例として挙げて、えっ、ー、と、それがえっと一体化というのはどういうことなのかというのをちょっと,えっと例に挙げて説明したいと思います。で、その後に、えっと、今回の 発表の内容である音声協調と音声認識の一体化を説明したいと思います。で、これはあの実は大きなアプリケーションがあります。遠隔発話音声認識という、まあ、あの大きな、えっと、まだまだ、えっと、計算機がその人間の性能に届いてない分野の一つだと思うんですが、そこに、それがターゲットになっております。で、えっと、そのためにいくつかの研究、統合による研究の取り組み、一体化による統合の 一体化による研究の取り組みについて説明したいと思います。例えば具体的には雑音除去や残響除去、音源分離、音源定位などの一体化統合について紹介したいと思います。それとそれをさらに加速させるためのオープンソースの取り組みについても紹介して最後にまとめたいと思います。 えっとまずはじゃあ、えっと、音声認識をちょっと例にとって説明したいと思います。今はもう本当に音声認識はたくさんの、えっと、アプリケーションがあってさまざまな分野で使われてると思うんですが、えっと、どんな技術で成り立っているのかというのを一応簡単におさらいしたいと思います。で、あの音声認識はいろいろな分け方があるんですけど一応この4つのブロックがまあ標準的かなと思って。 えと上げさせていたただきました、えー、と特徴抽出がまず最初になって、その後音響モデル、発音辞書モデル、言語モデルがあって、最後に、えー、と音声をテキストに変換すると。でこれは、まあ、いわゆる直列式、えー、とパイプライン構造で、えーとそのえー、と難しい問題を実現させています。でこの、えー、とパイプライン構造は非常に 優れた方法だと思うんですけど、まああのやはりえっとそれを使うことによる問題点みたいなのも大きく出てきたかなと思っています。あの特に一番大変なのが各モジュールごとの開発が必要なんですね。あの特徴抽出音響モデル発音辞書言語モデル全部それぞれのモジュールごとにモデルや学習基準が違います。 あ,のそこの開発あと一つ一つの、えー、とモジュールを、えー、としっかり作ったところでその調整をするのがすごく大変なんですね。であとあのその上で特に音響モデルと発音実証と言語モデルは、えー、と直列式と言っていますがあのより、えー、と密な直列式になっていてその、えー、と探索空間を一色多に最後にあの、えー、とまとめてて そこから推論を行うのでその推論もあのプログラム的には非常に複雑になりますあの有限状態トランスデューサーはそれを多少は簡単にしてくれるんですがそれでもなかなかちょっと難しい問題だと思いますあともう一つ、えっと、新しい言語を特にあの音声認識をつく作る時とか もしくは道語、みちごが出てきたときとかに問題かなと思うのが発音辞書の部分ですね。ここはどうしても言語資源が、えー、と必要ですし、えー、と言語学的な、えー、と知識や、えーと、言語学者の助けがどうしても必要になる部分でありますで。以上があって、非専門家が音声認識のシステムを構築したり、あと研究したりするのは、かなり難しいなというのが、えー、と今までの、えー、と技術でした。 でそれに対して、えっと、エンドトゥーエンドニューラーネットワークで統合的に音声認識を行おうという研究が、えっと、最近出てきています。でこれは、深層ネットワークを用いて、音声入力から、えっと、文字系列を直接変換するニューラーネットワークを作りましょうというふうにな、えっと、アイデアです。でえっと、この一つのニューラーネットワークで、えっと、表現できるんですね、一つのモデルで 1えと一つの推論1つの基準まああのマルチタスクラーニングとかを作れば複数の、えー、と基準は出てくるかもしれないんですが人基本は1つの基準なのであの先ほどのケースと比べれば大幅にその開発工程を簡略化できますで、えー、と発音辞書も中に入ってないので、えー、と専門家特に、えー、と言語学とかの知識を必要としなくてもある程度音声認識を構築する可能性が ありますとであと、えっと、渡辺が個人的にこう気に入ってる、えっと、この方式っていうのは、えっと、理論的にはですけど全体を最適化できる可能性があると、えっと、いうのが、えっと、とても魅力的な部分かなというふうに思っています。えっと、ただあのちょっと注意をし,し,しなくちゃいけないなと思うのはこういう、えっと、特徴はあの常に一長一短があるので、えっと、この講演ではそこれをメリットとして言いましたけど あの多くの応用では実はあのこれがデメリットになったりもすることもちょっと注意してください。例えばあの発音辞書の問題なんですけど、発音辞書が必要のない代わりに大量のデータを必要とするんですね。なので、そこの部分に関しては、やはり発音辞書があったときの方が、えっと、少量のデータで学習できる。ただし、エンドトゥーエンドニューラルネットワークの場合は、どこでそういう知識を入れればいいのかというのがなかなか自明じゃないです。他にもあの 推論過程やモデル構築が、えっと、一つのニューラルネットワークで表されることは、えっと、それによって、えっと、大きなネットワークになって、なかなか制御できないという問題が出てきます。例えばですね、えっと、具体的にこのエンドトゥエンドニューラルネットワークが、もし本当にこの音声データとそれに対応する、えっと、テキストデータでだけの大きなニューラルネットワークだったら、 なかなかその中身を理解したりデバッグしたりするのが本当に難しいかなと思います。ただ実際にエンドトゥエンドニューラルネットワーク、音声認識を実現するエンドトゥエンドニューラルネットワークは実はもう少し中の構造がはっきりしています。でえっと、注意機構、アテンションベースのエンドトゥエンドニューラルネットワークを、えっと、例にちょっと説明したいと思うんですけど、まず入力特徴量があります。 でエンコーダーが、えっと、工事の、えっと、表現にそれを変換します。でアテンションが、えっと、デコーダーネットワークから来る、えっと、単語情報との、えっと、割り当て、アライメントをとってで、最終的にその結果を、えっと、デコーダーネットワークは、えっと、過去の履歴を、えっと、考慮しながら、えっと、最,後に最後まで結果を出していくと、こういう構造になっています。でこの えっと、一つ一つの割り当ては、実は僕らが今まで作っていた、えっと、音声認識の、えっと、機構と非常に似ているなと思います。例えば音響モデルの、えっと、DNA の部分がエンコーダーに変わっていると。HMM などを使って割り当ててた部分がアテンションを使っていると。でえっと、言語モデル、えっと、N グラムや、えっと、リカレントニューラーネットワークを使っていた部分が、えっと、デコーダーネットワークになっていると。 実はそれぞれの気候が従来のモジュールの一つにもなっているというのが注意気候を用いたエンドトゥエンド音声認識の手法になっています。他にもいくつかのエンドトゥエンド音声認識の手法があるんですけど大体一つ一つのモジュールを従来の音響モデル、入手出力の割合、言語モデルに大体マップすることができます。 でえっと、ここできちょっと強調したいのがあのこれ、こういうやっぱり方法は大事じゃないかと。あのモジュールの構造をできるだけ保持して、えっと、それぞれのネットワークに意味付けをし,てした方が、えっと、ニューラーネットワークとして最適化がしやすい、デバッグが容易であると。ただ、えっと、大事なのはその上で、すべてのえっと コンピュテーショナルグラフがつながっていることが重要だと思います。そう,そうすることによって、勾配法を取ることによって全体的な最適化が可能なので。で、えっ、ー、と、それが、えっ、ー、と、今回の、えっ、ー、と、テーマの一つになると思います。で、今回、えっ、ー、と、音声認識だけじゃなく、音声強調も、えっ、ー、と、ニューラルネットワークで、えっ、ー、と、エンドトゥーエンドニューラルネットワークで表現していきたいと思うんですけど、あの、その方法、デザインとして、全く、えっ、ー、と、 何もモジュール構造を意識しないブラックボックスで、えー、とニューラルネットワークを捉えるのではなくそれを、あの、等価なとモジュールの関係が明確に反映されている等価な、えー、ニューラルネットワークでひょ表示するべきではないかと,、えー、とデザインするべきじゃないかというのが、えー、と一つの、えー、と今回のテーマになります。 でこのテーマをも、えー、とに、音声認識と音声協調の、えー、と一体化について、えー、と説明していきたいと思いますで。ここからはちょっとスライドが、えー、と英語も混じったりするので、えーと、そこについては改めてご了承いただきたいと思います。でえー、と遠隔発話音声認識なんですけど、まあえー、と音声認識は最初、えーと、近接発話でたくさん。 の応用が出てきたと思うんですけど徐々にその、えー、と応用を、えー、と遠隔発話音声認識に広げることによってさまざまなアプリケーションをつく作ることが、えー、と可能になってきたのが今の、えー、と状況だと思います。で遠隔発話音声認識ただマイクロフォンとスピーカーの,あの話者の距離が あの離れただけじゃないかと思うんですけどそれが実はいろんなえっと問題をえっと引き起こします例えばえっとえっと距離が離れることによってどうしてもえっと信号のエネルギーが減ってしまうので雑音を拾いやすくなってしまいますあと他の和射の音声も簡単に拾うようになってしまいますそれと部屋の特性を 使っによるえと残響みたいなのもえとそのえとマイクの中に収録されてしまうのでこの3つの要素が音声認識を非常にえと難しくしていますでただえとそれはえと多くの技術で実は少しずつ解決しつつありますで一つの大きな例がえとスマートスピーカーだと思いますこれは本当に大きなえと音声認識のブレイクスルーの一つなんじゃないかと思っています これによって皆さんがテキストだけで入力するだけじゃなくて、気軽に音声でコンピューターとつながるようになったという意味では、もう一つの人工知能のためのインターフェースとして、本当に大きく注目されていて、とても活発な分野になってきていると思います。で、ここでちょっとじゃあ具体的にこのスマートスピーカーを実現するために、どんな技術が必要なのかみたいなのを説明したいと思います。 もちろん音声認識は大事なんですけど、それ以外にも実は、えっと、音声、音響処理やさまざまな機械学習の技術が必要になります。で特に、えっと、大事なのが音声協調ですね。で音声協調といっても実はいろいろな種類の、えっと、手法がありまして、まあえっと、いくつかの手法に分かれると思うんですけど、今回ちょっと3つに分けたいと思います。1つは、えっと 雑音除去ですね。えっ、ー、と。具体的にオーディオのサンプルを流したいと思います。このように、えっ、ー、と、背景の雑音を除くのが、えっ、ー、と、雑音除去の技術です。で、次が残響除去ですね。 あの皆さん、結構マイクで聞いている方が多いと、あえー、とイヤホンで聞いている方が多いと思うので、多分かなり雑音が、えー、と覗いてるのが分かる、覗かれているのが分かったかなと思うんですが、で次が、えー、とセパレーションですね。 イナンタイツは、ウエストニア・レイゲン・アミノシャンにプリンシマス。イナンタイツは、ウエストニア・レイゲン・アミノシャンにプリンシマス。イナンタイツは、ウエストニア・レイゲン・アミノシャンの選手たちは、ウエストニア・レイゲン・アミノシャンの選手たちは、ウエストニア・レイゲン・アミノシャンの選手たちは、多く性能が改善されます。 でその理由の1つがですね、多チャンネル音声処理を使った場合は、えっと、空間的なビームを使うことができて、それによって、えっと、所謀の音声データを取ってくることができるというのが、えっと、大きな利、えっと、点になりますで。これは空間的なビームを使うので、えっと、取ってくるだけじゃなくて、実はあのその和射が、えっと、どこにいるかっていうのもある程度、そういう情報を、えっと、把握することができます。 でそれが、まあ、あと今回、ローカライゼーションという言葉、もう一つキーワードなので、ぜひ、えっと、記憶しておいてください。で、この、えっと、マルチシチャネルの拡張というのは、もちろん雑音除去じゃなくて、えっと、セパレーション、分離や、えっと、残響除去、すべてにおいても、もちろん、えっと、有効な技術になりますで。これが大体使われている技術,技術なんですけど、えっと、スマートフォンを作るためにはあ、スマートスピーカーを作るためには、 こういったさまざまな信号処理や機械学習の技術が実は必要になっています。ここで、じゃあそれを具体的にはどういうふうに作るかという話なんですけど、従来の直列式の音声認識の場合であれば、例えば遠隔発音音声認識の場合は、よくあるのはここに多チャンネル音声処理、音声強調が入ります。雑音除去なんかも 入って最終的な製品としてはこのようなシステム構成になります。で今回これを統合させたいという話なんでもちろん一つのニューラーネットワークで表したいと。でもどうやってデザインするかという話なんですけど、まあ、先ほど言ったんですけどこれをブラックボックスでニュ,ラニューラーネットワークでやるべきかと。 もちろんそれも一つの方法だと思いますし大量のデータがあってニューラルネットワークを十分にえっとチューンできればこれは一つの方法だと思います。で、まあ、我々のグループはえっとそれとはちょっと違う立場を取ろうと、えっと、先ほど言ったえっと透明な箱でえっと表現しようというのが我々のグループのえっとスタンスです。でこれは利点はですねあの 従来の、えっと、モジュラリティ、まあ先ほど、えっと、特徴抽出、音響モデルなどの音声認識のモジュラリティの話をしたんですけど、それだけじゃなくって、えっと多、多チャンネル信号処理の、えっと、モジュラリティを、えっを、と、キープしたまんま、えっと、最適なニューラルネットワークを作ることができると、でさらに、えっと、各モジュールの意味付けがしっかりしているので、えっと、その解釈が可能だというのが、えっと、この手法のメリットになると思います。 今回、ちょっとこれについて我々のグループの研究を紹介しますが、実はこの研究分野もですね、昔に比べると非常に活発になってきています。たくさんの関連研究があります。最近ですと、実は先々週ですね、iCASP のチュートリアルで、実は私も含めて他の同僚たちと一緒にディスタント・カンバセーショナル・スピーチ・コニッエンド・アナリシス という、えー、とチュートリアルをしました。で、そこのスライドはここに、ここから、えっ、ー、と、アクセスすることが、えっ、ー、と、できます。なので、えっ、ー、と、多くの関連研究については、えー、とこちらも、えー、と参考いただければというふうに思います。で、これを見てわかると思うんですけど、あの、日本の研究者というのがこの分野では多く活躍しています。例えば NDT とか LINE とか日立とか、あと、えっ、ー、と、マイクロソフトとか、えっ、ー、と、 我々のグループ以外でも、えっと、そういった研究者が、えっと、多く活躍している分野になります。でえっと、まず、じゃあ、音声協調と音声認識の一体化の、えっと、一つの例として、雑音除去と残響除去の、えっと音声認識の統合について説明したいと思います。でこれに関してはですね、えっとまあ、かなり長い、えっと、間取り組んでいまして、えっと、2017年に我々のグループで、えっと えと一つの、えー、と仕事をえっ、ー、たので、それを紹介したと思います。で、それはですね、えー、とマルチチャネルエンドトゥーエンドアーキテクチャと我々は提案したんですけど、えー、と当時、えーと、音声認識の、えー、と中でアテンションベースエンコーダーデコーダーが、まあ、出始めた頃でしたね、2015年、16年ぐらいは。で、あと我々のグループで、 えっとまあ、他にも、えっと、パダーボーン大学や NTT でもにあの同様の研究があったんですけど、えっと、マスクベースのニューラルビームフォーマーというテクニックが出てきました。で、えっと、この2つの、えっと、テクニックそれぞれ、えっと、かなりこう、えっと、性能がどんどん上がってきてる段階でこのネットワークを、えっと、統合してかつ、えっと、従来の、えっと、モジュラリティをキープしながら音声認識ができないかというのがこの仕事になります。 でえー、とく組み上がって、ね、ニューラルネットワークが、えー、とこのようになります。で今回、ちょっとあの細かい説明はちょっと省かせていただくんですけど、ここの青い部分が、えー、とニューラルネットワークベースのビームフォーミングのを模擬したニューラルネットワークになっています。でここの部分はフィーチャーエクストラクションに当たって、でここが、えー、とアテンションベースのエンコーダーデコーダーに、えー、となっています。 でここでちょっとあの、まあ、細かい話はしないんですけど、ここのブロック図は、まあ、いわゆる基本、あの典型的な、えっと、アレー信号処理のブロック図なんですね。で中のそれぞれの,あの作用というのも本当にアレー信号処理の、えっとえっと、演算その,もそのものです。ただ、一応気を使ったのはですね全部、えっと、微分可能な演算を持ってくることですね。それによって、えっと、全体的な、えっと 購買が取れるので、それを注意しながら、このようなネットワークをデザインしてきました。特徴抽出も同様です。特徴抽出の多くの演算は微分可能なので、こういったニューラルネットワークを使うことによって、完全に微分可能な音声。強調のシステム、音声共有と音声認識のシステムをニューラルネットワークを作ることができました。 でまあ、ちょっとあの簡単に式だけ説明してるんです、説明しますが、えっと、ビームフォーミングが実はすごくシンプルな線形のフィルターを元の音声にえっと畳み込むだけあ、畳み込むじゃないです、ここは本当に掛け算するだけですね、で、えっと、表現することができます。じゃあ、でもこのフィルターをどうやって推定するかという話なんですけど、それは、えっと、 空間相関行列を、えー、と推定することになってで、その空間相関行列を計算するときに、実はニューラルネットワークをちょこっとだけ使います。ただ、ここにニューラルネットワークを使っている以外のほとんどの演算は、これは、えー、と線形の演算なので、逆行列とかトレースとか掛け算とかなので、実はこのオペレーションって全部あの微分可能な式で掛けるというのが、えー、と分かって、でそれで、えー、と実装して、 システムを作り上げましたでこのシステムをの面白いところはあの学習の方法です。で従来の例えば音声協調であったらですね、えー、と雑音とそれに相当する、えー、とクリーン音声があって初めて、えー、とバックプロパゲーションでえっ、ー、と 音声協調を、えー、と学習することができます。まあ、他にもあの生成モデルなどを使えば、ここの部分は緩和することはできると思うんですけど、やはり通常であれば、この、えー、と生成、ペアデータが必要になります。で、えーと、このペアデータと、例えば音声認識もクリーンデータと単語列があったとしたら、音声認識をこれを学習すると。ところが、このニューラルネットワークに関しては、 実はこの真ん中のクリーン音声データがいらないんですね。もちろんあった方が、えー、と初期値が安定するとかそういったことはあると思うんですけど、あの全部あの微分可能なニューラーネットワークなので、えーと、クリーン音声を必要とせずに、えー、と一気に一体型音声ニューラニューラルネットワークとして、えーと、音声認識と音声協調のそれぞれの、えー、とモデルを学習することができる。 というのが、えー、と利点になりますでこれはとても実は面白いテクニックで、えー、と実際のデータの場合だと,、えー、と雑音雑音,の音声とそれに相当する、えー、とあのクリーン音声が取れないときってものすごく多いんですねただお金をかければそれに対してあのトランスクリプションを、えー、と与えることはできるのでこれは実データでも音声強調を学習できるという意味でもまあ面白いテクニックかなというふうに思います ではちょっと性能を見ていきたいと思います。でこれ性能に関してはですね、えっと、全く音声強調しないときの認識率がこれぐらい。でその次に、まあえっと、従来のパイ,、えっと、パイプライン直列式の方法ですね、えっと。最初にビームフォーミングをして、その後に音声認識をさせる。まあ、これで実は大きく性能が改善します。ただ、えっと、この実験ではですね、エンドトゥエンドで全体的に学習することによって、さらに性能を改善することができました。 で、繰り返しになるんですが、ペアデータは使っていません。あのクリーン音声を使って、えっと、音声認識のモデルをちょっとあの学習させたりはしてますが、えっと、ペアデータは一切、えっと、雑音と、えっと、クリーンのペアデータは一切使わないでも、えっと、こういった学習が可能になりました。で、えっと、これは1、えっと、つの、えっと、音声強調と雑音除去と音声認識の統合なんですけど、さらに我々のグループでですね、あの 残響除去もこのまま重ねてしまおうと。で、この、えっと、システム図はなんかこれだけ見ると、まあ本当に従来の,あのパイプラインの方法と似たような感じなんですけど、これもですね、えっと、注意深くその、えっと、技術をデザインするとですね、えっと、それは、えっと、実は微分可能なネットワークで全部書けることができてで、それをバックプロパゲーションで、えっと、一気に、えっと、学習することが、えっと、できます。 で、ここの、えっとえっと、雑音除去の,あのテクニックなんですけど、まあ、NTT でえっと提案された WPE という技術を使っています。でこれは多チャンネルの、えっとえっと、線形予測分析にえっとデルタというディレイを入れて、直接音と反射音が、えっとえっと、消されないように、えっと、後部雑音だけえっと消すようにというふうに。 えっと、定式式化された、えっと、式になりますでこれを、えっと、解くとですね、えっと、有名な最、えっと、右推定の解が出てくるんですけど、この中で D と言われているこの、えっと、推定値がですね、よく EM で求まっているのを、ここを A やと、えっと、ディープニューラルネットワークで推定させて、あとはこの、えっと、式に従って、えっと、雑音除去をしてしまうと。 さっきのビームフォーミングと一緒なんですけど、基本的にこの辺の式って全部掛け算とか、行列の掛け算とか、逆行列とかなので、ここも実は微分が取れます。なので、すべてのニューラーネットワークが学習することが可能になります。この実験結果も示したいと思います。このコーパスはノイジー、えっと、 リバーバラントタスクで、えーと、そのうちのちょっとどんな音声かというのを聞かせたいと思います。まあこのように、えー、と残響がある場合の音声認識の性能ってなかなか、えーとえー、と難しいんですけど、まあ パイプラインの方法ですね、デリバーバレーションとビームフォーミングを別個にする、まあ、信号処理と音声認識の技術を積み組み合わせる、これでも実はものすごく効果がありますが、えー、とこの、えー、と一体型のニューラルネットワークでも、まあえー、とある程度、えー、と残響除去がや雑音、えーえー、除去をすることによって認識性能を、まあえー、とコンパラ化、もしくはやや、えー、と性能改善するぐらいまで、えー、とすることができます。 でこれが、えっとまあ、普通の音声認識の、えっと、研究だったらこ、ここで、えっと、多分は実験結果は終わりだと思うんですけど、この研究のいいところは、えっと、先ほども言ったんですけど、モジュールの構造だから保っているんですね。なので、えっと、ここの部分、通常であればここの部分は何もモジュールの構造をた保たなければ、ただの、えっと、隠れ状態。 変数なので、その解釈というのは難しいんですけど、今回も本当にガチガチのビームフォーミングの高速を置いているので、実はここを音強調音声だというふうに、えっと、解釈することができて、実際に音声を取ってくることができるんですね。で、えっと、それは、えっと、一つの、えっと、大きな利点かなと思います。例えばここを、えっと、VGG とかでいっぺんに表せちゃうというのも一つの手だと思うんですけど、 こういった、えっと、モジュラーネットワークすることによって、間の状態が、えっと、どういうものかというのを、えっと、明確に取ることができます。で、えっと、一応、じゃあ、ここから出てきた、えっと、普通常であればただのヒドゥンステートベクトルですが、えっと、今回モジュール、モジュール構成をしっかりしたことによって、えっと、音声強調が期待される音声ですね。ただ、えっと、繰り返しになるんですけど、学習の時にペアデータここで使ってないです。 音声認識の結果を良くなるようにという基準だけでここは一応学習されていますが。それがど,ういうあのどのような音声になるかっていうのを聞いてみたいと思います。まずこれは入力ですね。ここ,こ,この部分ですね。GM シェア the total car market f e l to 35.6% from 39.2%.GM share of the total car market f e l to 35.6% from 39.2%. どうううででししょょか。か、え、か、っと。雑音がが消えたのわるでしょうかもちろんあの通常の,あのいわゆるステートオブディアートの音声協調に比べたらまだ少し雑音は残ってるんですけど音声認識の基準だけでこれだけ、えっと、音声協調の部分が学習できるというのはとても面白いかなと思います。 この実験結果を最初に出てきたときは本当にびっくりしました。まさかこういうことができるなと、音声認識の基準だけでビームフォーミングが学習できるというのはまさかあの思ってもみなかったので、まああの、できるんじゃないかと思ったんですけど、やっぱり難しいのかなと思ったんですけど、あの実際にできて本当にその当時は興奮しました。でここで言いたいのがですね、えっと、音声認識の知識や信号処理の知識をあのネオラネットワークの構造として組み入れることによって、 えと音声認識のニューラルネットワークが、えー、ともう少しこう説明可能になるというのがものすごく大事かなというふうに思っています。でこの、えー、とスタンスにつが、えー、と今後もずっと続いていきます。で次の例は、えー、と音源分離ですで、まああの。先ほどから何度も挙、えー、げている図なんですけどあの、通常の直列式の音声認識が、まあ、このような構造であったとして、えー、と複数の和射が 話してたら、まあ、従来だったらどういうふうにそのシステムを作るかっていう話なんですけど最初に音源分離のモジュールがあってでその後それぞれの音声認識がえっと走るというのがえっと従来のえっと手法じゃないかなと思います。でこの多人数の音声が特に混ざった時にえっとそれを同時に認識するというのはえっとカクテルパーティープロブレムと言われていて人間はかなりできることが あので,できるんですが、えっと、計算機は、えっと、難しい問題の一つというふうに言われています。で皆さん経験があると思うんですけど、まあ、スマートスピーカーでやはり同時に人が話すとなかなかそのに声を認識してくれないというのを経験したと思います。で、えっと、これはあのこの技術は、えっと、多チャンネル信号処理をすることによってさらに、えっと、リファインすることが、えっと、できます。で、た、え、い、っとまあ、これが、えっと、 通常のパイプラインでできる構成がこんな感じかなと思うんですけど、今回それを先ほどと同様、一つのニューラーネットワークで表現したいと思います。で、その時のデザインなんですけど、完全にブラックボックスにするのか、もちろんそれも一つの回ですけど、今回の方式ではそうじゃなくて、解釈できるニューラーネットワークでしたいというふうに思っています。で、この仕事、マルチチャンネルマルチスピーカー。 えっと、マ,イモマイモスピーチというふうに、えっと、我々の研究部あのグループの中で呼ば,呼ばせていただいております。で実はこれはですね、先ほどの、えっと、多チャンネルエンドトゥーエンド音声認識と非常に似た構造になっているんですけど、出力が2つあります。中で、えっと、ビームフォーミングを使って分離をして、その後に音声認識がそれぞれのえっと の認識を行ううというふうになっていますなので、先ほどとやや似てるんですけど、違うところは出力が2つになっているということになります。で、えっと、ここの部分、えっと、ビームフォーミングを実は設計するためには、えっと、事前に、えっと、マスキング、スピーチセパレーションのテクニックを使ってです、ね、事前にまず分離をして、その分離した統計量を使って、えっと、フィルターを形成するということをやっています。 えっと、例えばですね、まあ、先ほどの式をこれちょっと,あの、えっともう一度挙げたんですけど、えっと、ビームホーミングをするときに、今度は、えっと、各和射 S ですね、において、えっと、フィルターを設計します。で、そのフィルターをどうやって推定するかという話なんですけど、それにおいて、えっと、それぞれの和射の統計量を、えっと、ニューランネットワークのマスクから推定して、それによって求まるという方法です。で、先ほどと同様、ほとんど全ての構成が、えっと、 線形の演算だったり、逆行列だったり、トレースだったりと、微分可能な演算なので、実はこれも完全にバックプロパゲーションすることができます。ちなみに出力に関しても、実は多少の技術が必要でして、和社のパーミュテーションを考慮しなくちゃいけないので、ここではパーミュテーションを考慮した学習みたいなのも提案することによって、エンドトゥエンド音声認識のための パーミテーションを考慮した学習法をここに使うことによって、その技術を実現させています。でこの技術をマイモスピーチと呼んでいますで。この技術は実は結構高い評価を受けておりまして、おととしの ASRU で優秀論文賞をこうながらなことにいただくことができました。 えっと、で実験結果なんですけど、えっと、音声認識の実験結果なんですけど、まあ、あ先ほどの、えっと、音声強調の、えっと、実験結果と同様に、えっと、一体型のニューラルネットワークが、えっと、パイプラインの構造を上回って認識性能が上がっているのがわかりますあ。どんなスピーチかというのをちょっとあのお聞かせしたいと思います。 このようにあのこうえっ、ー、と音声が完全にえっ、ー、とミックスした状況での認識というのは大変難しいんですけど、まあこのえっ、ー、とマイモスピーチを使ったえっ、ー、と手法によってえっ、ー、と音声認識をすることがえっ、ー、と実現できています。 で、えっと、先ほどと一緒で、えーと、ではセパレーションのクオリティを見てみましょうと。これも、えっと、学習時は実は、えっと、ペアデータは与えていません。通常の分離であれば、えっと、ミクスチャーとそれに相当するソースの情報みたいなのがあって、そこでセパレーションを学習するんですけど、そういったことは一切していません。ここのミクスチャーの、えっと、えっと、 音声データとそれに相当する2つのトランスクリプションで学習しただけです。あので、えー、と先ほどと同様なんですけど、それをすることによって、各モジュールの、えー、と構成を、えー、としっかりと意味付けされた、えー、と作用をさせることによって、えー、と中間状態がに意味付けがされて、この場合は中間状態が分離された音声になります。でそれもちょっと,、えー、と流したいと思います。まあえー、と先ほどの And some chains such as Holiday Corporation, Sheraton Corporation, and Hyatt Hotel. And some chains such as Holiday Corporation, Sheraton Corporation, and Hyatt Hotel. So an hourly operator was promoted to foreman but maintained on the hourly payroll. まあ、えっと、確実に、あの、片方の音声の、えっと、エネルギーが高いのが分かりますよね。ただ、消し残りもちょっと目立ちます。まあ、これが音声認識基準の学習の限界かなというふうに思います。音声認識にとっては、まあ、そこそこの SN の比が出てくれれば、それで実は簡単にそのターゲットの音声を拾って認識することができるので、音声認識基準だと、えっと、完全な分離はできないですけど、まあ、それでも皆さん、えっと、 音声認識の基準だけである程度の分離ができるっていうのはちょっと確認できたんじゃないかなというふうに思っています。で、この手法はさらに残響除去も組み合わせて動くようになっています。もう一つの研究の例なんですけど、これが音源定義です。繰り返しになるんですけど、音声認識の従来の直列式な構造があったときに、 先ほどの例は多チャンネル音声認識の場合は、音声分離と、えっと、音声強調、ビームフォーミングの部分をがモジュールとしてあったんですけど、さらにもう一個、音声の空間情報を使って、ある程度の、えっと、ローカライゼーションっていうのができますよねと。じゃあ、このローカライゼーションと組み合わせるのはどうかと、ローカライゼーションを意識した、えっと、マルチチャンネル、マルチスピーカーというのを作れないかというのが、えっと、この、えっと、研究の方向です。 でもちろん先ほどと同様にこれをエンドトゥーエンドニューラーネットワークでやりたいんですけどブラックボックスにするのではなく解釈可能な透明な箱で、えっと、できるだけこの技術を実現させたいというのが今回の方法です。で、えっと、これについても実はさあの先ほども言ったんですけど、えっと 従来の、えっと、ローカライゼーション、分離、ビームフォーミングを組み合わせる方法というのを基本的には踏襲しました。でローカライゼーションの中でも、えっと、微分可能な、えっと、部分を取ってきてあのテクニ、技術を持ってきて、それをニューランネットワークで置き換えて、それを、えっと、高段の部分に、えっと、実際に連結して動かすことができました。なので、えっと、今度は面白いのは、えっと、今までだったらここであの分離の音声の。 解釈ができたと思うんですけど、ここの最初の部分でローカライゼーションですね、この研究では2次元の方向がその情報になっているんですけど、方向情報みたいなのを最初のニューラルネットワークで取り出すことができます。で、これについてもですね、どんなニューラルネットワークを使っているかという話なんですけど、ローカライゼーションに関してはニューラルネットワークで表現して、そこの出力からステアリングベクトル。 実際に計算していますでそのステアリングベクトルを計算して、そのステアリングベクトルから、えっと、タイムフルケンシーマスクを、えっと、推定するようにしています。この辺の詳細についても、えっと、論文についてを参考いただければという,ふうに思いますで。次は実験結果です。で最初の実験はいかにローカライゼーションができたかという、えっと、実験です。でえっと、実際の、えっと 正解の和、えっと、者の位置から何度ずれたか、平均的に何度ずれたかがこの数字になるんですけど、小さければ小さいほどいい,い,い形ですね。従来の、えっと、信号処理、ミュージックを使った方法で、まあ、大体10%ぐらいの、えっと、誤差で、えっと、推定できているのが、えっと、この、えっと、音声認識、えっと方向を使っ、方向情報を用に使った音声認識を使う。 でまあ、この実験結果では、えっと、ミュージック法よりもいい、えっと、性能を出すことができました。でえっと、もっと、まあえっと、注目したいのは音声認識だと思うんですけど先ほどのマイモスピーチはです、ねえっと、ローカライゼーションをよう、えっと、には行っていませんでした。ただこの,あのダイレクショナル ASR を使うと、えっとですね、指向性の音声認識を使うとです、ねえっと、さらに、えっと、認識性能が改善することが分かると思います。 でえー、ともう一つ面白い結果が、えーとさまあ、先ほどの例と似たる感じなんですけど、えー、とこの音声認識は今度は、えー、とローカライゼーションの能力を持っています。なので、えー、とい途中のここの部分の、えー、と情報を取り出してみました。取り出してみたところ、まあ、その方向というのが、えー、とかなりグランドトゥルースと近い形になっているというのが、えー、と例として、えー、と分かると思います。 でこれも、えっと、解釈可能なニューラルネットワーク、信号処理の知識を組み合わせることによって、えっと、できた一つの面白い例だと思います。であともう一つ、まあえっと、この研究でちょっと強調したいなと思うのがです、ねえっとまあい、多くの研究機関がです、ね、この、えっと、Who is speaking when what、会話シーンの分析をです、ねえっと、積極的に取り組んでいます。 その中であのもう一つ、音声から取り出せるのの情報が Where ですね。で、その情報は、えっと、多くの研究機関でそういった研究があったんですけど、エンドトゥエンドのニューラルネットワークで一体化してっていうのは、本当に今までそういう研究は、えっと、なかったので、えっと、そういう意味では、えっと、いよいよ、えっと、より、えっと、会話シーン分析をリッチにするための えっと、ニューラルネットワークの手法というのが実現できたんじゃないかと思って、えっと、この手法の実現に非常に興奮しています。で、最後に、えっと、これらの技術を、えっと、これらの技術をですね、えっと、作るだけじゃなくて、やはり一般的に公開してですね、えっと、皆さんにこういった技術を、えっと、 例えば使ってもらったり、もしくはこれを、えー、とベースラインにして、新たな研究を、えー、としてもらったりというのは、えー、と我々のグループで大きく、えー、と進めている方向です。で、その中で、えー、と今回、えーと、上記の、えー、といくつかの技術ですね、を、えー、とオープンソースで公開していますので、えー、とそれについても紹介したいと思,思います。 でえー、と音声協調、先ほど、えー、と言った、えーと、音声認識の前処理でも主にあの使われたりするんですけど、でこの、えー、と音声協調の、えー、と名前を取って、ですねこのプロジェクトを ESPnetSE という、えー、と名前を付けています、まああの。これは本当にシステムの開発になるので、非常に多くの研究者がっ、えー、と我々に協力をしてくれました。 でえっと、特徴なんですけど、ESP ネットプロジェクト、まあ、あの何人かはご存知かもしれないんですけど、音声処理ののための、えっと、エンドトゥエンド音声処理のためのツールキットとして我々、えっと、開発してるんですけどあの、この中で一番大きなチェンジの変更の一つですね。最近で一番本当に大きな変更です。で一応、目標としてはすべ、えっと、ての音声協調。 の、えっと、関数を、えっと、この中に入れようというのが目標になります。で、えっと、ここにあの Google コラボのリンクを貼ったので、あのもし皆さん、えっと、興味があればぜひ、えっと、覗いてみてください。で、えっと、先ほどの例なんですであの説明したと思うんですけど、音声協調いくつかの種類があるという話があったと思うんですけど、えっと、それぞれについて、えっと ESPnetSE では、えっと、参考実装や、えっと、プリトレインドモデルなどがあります。例えば、えっと、音声強調については、えっと、これは確かタスネットですね。えっと、タスネットを使った、えっと、音声強調で、Chime4 のデータを使った、えっと、デモみたいなのもありますので、ちょっと、えっとまあ、あのオーディオだけ流したいと思います。先ほどのリンクに行けばですね、このデモを実際に遊ぶことができます。 He said, こんな感じで、えーとえーとえー、と1チャンネルの、えー、信号処理が可能になりますで。ノイズはものすごくきれいに取れてるんですけど、まあ、ちょっと少し、えー、とディストーション、歪みがありますね。 これが大体、1チャンネルの音声協調の典型的な効果かなというふうに思います。次はデリバーバレーションをちょっと除いてですね、セパレーションの例をちょっとお見せしたいと思います。これも Google コラボ、先ほどのリンクをたどっていただければですね、このモデルを

これはタスネットの例ですね。えー、ESPnetSE の中には DPRNN などの他の、えー、とモデルもありますので、えー、とぜひ、えー、とあの楽しんでもらえればと思います。あと、参考実装がいろいろあるので、それを参考にしてもらえればというふうふに思います。で、えーとまあ、本当にあの音声分離ってものすごく進化していますね。 あの我々が、えっと、2016年ぐらいに始めたときの音って、まあ、もうちょっと悪かったんですけど、今はとてもなんか音がクリアになっていて、ちょっとびっくりします。で、えっと、それ以外にもですね、えっと、多チャンネル信号処理での、えっと、処理というのも実は強化しています。 でえっ、ー、とその例についてもちょっとえっ、ー、と流したいと思います。これはさっきあのシングルチャンネルでチャイム法を流したんですけど、これがえっ、ー、と多チャンネル処理の例です。あの一番最初のえっ、ー、と 1>, 1チャンネルの,あの音声と比べるとですねあの、多チャンネルの信号処理、あの空間情報を使ったときって完全にあの雑音が消しきれないですけど、その代わり、あの音声の歪みみたいなのがほとんどないですよね。でこれは実は結構、あの高談の音声認識や他の処理にとても有意義な、えっと、ものでして、まあ、ビームホーミングは大体性能があります。あの ただ、えっと、シングルチャンネルの音声,音声協調はすごくきれいに聞こえてても、あの音声認識の性能がよく下がったりするのが、えっと、注意点です。で、えっと、どうしてまあこういう、えっと、普通、多くの研究機関が、まあ、いくつかの、えっと、ツールを公開してるんですけど、まあどのシングルチャンネルに特化してたり、他、えっと、チャンネルに特化したりという形なんですけど、我々の方では特に、えっと、両方、包含してるんですけどその理由はですね、えっと ESPNET SE の、えっと、設計思想にあります。ESPNET SE の設計思想はですね、ま,あ、まずはもちろん、えっと、独立の音声協調モジュール、えっと、しかもステートオブディアートのものを作りましょう。というので、タ、え、ス、っと、ネットや TF マスキング、えっと、DPRNN、えっと、ビームフォーミング、えっと、WPE などなど、基本的な、えっと、音声協調の 参考実装は、えっと、ありますで、それについての研究も可能なんですが、我々が気を使ったのはやっぱり統合ですね。先ほどの、えっと、統合の部分です。なので、えっと、ESP.SE はこれらのほとんどのモジュールが音声認識と簡単に統合することができます。で、実際、前処理という名前のクラスがありまして、 その中でいくつか、例えばデノイジングとかデリロバレーションとかをピックアップしたり、組み合わせたりして、それを読んで音声認識と組み合わせて一体学習することが可能です。なので、先ほどのいくつかの例というのが ESPnetSE を使って簡単に実現することができます。以上が本、講演の内容になります。他にも多くの 一体化の研究を、えー、と我々のグループでもしてきたんですけど、まあ、今回はちょっと音声協調と音声認識の一体化についてちょっと説明させていただきたいと、あ説明させていただきました。えー、とまとめなんですけど、えー、とエンドツーエンドニューラーネットワークはとても、えー、と魅力的なあの方向性かなというふうに思っています。で、えー、と音声協調を今回例にしたんですけど、まず、えー、と全体最適化が可能、ここは本当にあの素晴らしい。 えっと部分だと思います。ただですね。ええと、これはえっと本当にあの立場によると思うんですけど、我々の立場ではえっとブラックボックスにならないような工夫というのをできるだけするようにしています。信号処理の知識を使ったモデルを使うことによって、そのそれぞれの構成がえっと解釈可能になって、デバッグもしやすくなります。し、えっとプリトレーニングとかいろんなことも実はしやすくなるんですね。 そういう意味では、えっと、そういう方向性を我々は取るようにしています。ただ、えっと、ブラックボックスは悪いわけではないです。ブラックボックスもとても、えっと、魅力的な方法なので、えっと、両方進めてはいるんですけど、えっとしまあ、あのモジュール構成を,を、えっと、キープした方がデバッグはしやすいので、まあ、我々研究機関としてはそっちの方が、えっと、をき注視しています。 であと、えっと、再現性の努力はできるだけ怠らないいようにしていますあの今まで挙げた研究っていうのはやっぱり、えっと、複雑なのは事実なので,でそれが、えっと他の研究機関でも、えっと、再現できるようにというのをできるだけ、えっと、努めていますで。今後の方向なんですけどやっぱり、えっと、いくつか実は実データにもチャレンジしてるんですけど今回多くの例っていうのは実はシミュレーションです。 あのなので、えっと、実データに実際挑戦したいなと思っています。で、あのここにいられる方の何人かはご存知かと思うんですけど、まあ、渡辺の研究グループの方では、あの実データの、えっと、遠隔発話音声認識の取り組みみたいなのも積極的にお行っています。特にチャイムチャレンジは、えっと、その、えっと、一つでものすごく、えっと、難しい <laughs> 問題になっています。で こういうあのエンドツーエンドのニューラルネットワークができたらその都度えっとチャイムで評価してああやっぱりここの部分はうまくいったなとかまたあのここの部分のシミュレーションでできているところはやっぱり実データに置き換いなとないたと,というのをまあ日々えっと戦っているところですであとは自然言語処理とか画像処理とかとの統合っていうのもえっとできるだけえっと進めています特に自然言語処理ですね音声翻訳なんかはだいぶえっと我々のグループでは、えっと 強化をして、えー、といますであともう一つ大事なのはそれを実現できるデータ収集とかシステムの構築ですね。これもあの本当にあの大事な、えー、と研究課題です。で最近はそういうデータを収集するっていう研究がたくさん面白いものが出てきているので、えー、とそのような、えー、といろいろな、えー、と手法を検討しながらこのえっ、ー、と 音声強調と音声認識の統合や、まあ、他の統合においてえっと必要なえっとデータ収集みたいなのもできるだけやっていこうかと思っています。で、えっと、最後にえっと一言なんですけど、まあ、えっとこの話はえっと結構いろんなところで知ってきたので、まあ、えっとまたかなと思う人もいると思うんですけど、まあ、やっぱりちょっと強調したいなと思って入れさせていただきます。あのカクテルパーティーは実は NTT に 私が入社して音声を始めた時、き20年前ですねあのの、えっと、大きなテーマの一つだったんですねで、まあ、だから20年以上このテーマにあの取り組んでましたであの本当に最初の頃は何をやっていいのかわからなかったですで多分僕だけじゃなくて他の人も本当にわからなかったと思います でまあ、あの僕一番最初に研究したのはベイジアンとかでやってたんですけどあれも一応統合の一つはあるんですけど毎回積分解かなくちゃいけないんで結局あのモデルがシンプルなものしかできなくてちょっとあの本当に何をやっていいのか分からないというのが現状でしたただですね、まあ、今回のちょっと例でかあのちょっとその感覚がつかめてもらったかなと思うんですけど、まあ、昔に比べたらだいぶあの道筋があのできた,のよたかなというふうに思います でこの道筋がどうやって立てられたのかなというのを、まあ本当にこの,あの最近ですね、4、5年ぐらいからこういうことがやっとできるようになってきたかなと思うんですけど、この道筋がどうやって立てられるようになったのかなというのは、もちろん、あのニューラーネットワークがとても強力になってきて、あと GPU もすごく、えー、とあのその計算量のおかげでいろんなことが実現できましたで。あとはオープンソースですね。本当にこの3つがなければ、 えとこういう道筋が立てられなかったかなと思うんですけどそれと,えっと同時にえっとすごく大事だなと本当に思っているのがやはり多くの同僚学生えっと共同研究者ですねここにはえっとスポンサーの方を並べておりますが他にもまあ本当にたくさんのいろんなえっと研究機関とさまざまな交流をすることによってこういう道筋が少しずつできてきたかなとでここにもちょっとあの最近のなんか5年ぐらいの 調者をバーっと並べたんですけどあの、まあ、あの私の研究スタイルを多分知ってる方は多分あのこんなもんかなと思うんですけど私は本当にいろんな研究者と、えっと、いろんなあの議論をしながら少しずつ研究を進めていくタイプなので本当にさまざまな方と交流することによってやっとこの、えっと、道筋が少しずつできてきたかなと思いますで。他の研究テーマも同じような感じですね。なので えとぜひともあの皆さんで、えー、とこの、えー、と挑戦的かつ、えー、と魅力的なテーマに、えー、と立ち向かいましょうと,、えー、と常に、えー、と我々は、えー、とそういった、えー、とパートナーを探していますでこういうところであの本当に一緒に共同研究しましょうって言ってもなかなか皆さんなんかこうあのなんかそんなにやっぱり返事してくれないあのなんか反応してくれないんですけどあの本当に本気で思っています。であの 私に例えばメールをしてくれれば、でこういう研究を一緒にやりたいと、あのどこの立場でもいいんであの言ってくれれば、あのぜひやりましょう。あのそうやって今まであの少しずつこういう大きいゴールに立ち向かっていったので、あのぜひともあのそういう仲間をえっと増やしていきたいなというふうにえっと思います。えっと、以上でえっと発表を終わります。どうもありがとうございました。